はい、どうでしょう。最後でございます。ということで、本日の食材がこちら。天然物の岩ガキっていうことでね。それではこちらをさばいていく。はい、改めまして、本日の食材がこちら。巨大岩ガキ3つ。ということでね、出ました僕の大好物、岩ガキ。何回動画にするんだよって話だよね。大好きなんですよね、それほど僕はカキっていうものが。そして、ね、僕ね、岩ガキを使ってやってみたい料理が一つありましたわ。この岩ガキ、今夏の時期なんでね、身がパンパンなんですよ、大きいんですよ。それを1個丸ごとフライで、この大きな大きな殻に戻して巨大なカキフライを作っていきたいなと思います。そしたらまずこちらの岩ガキ、むき身にしていく前にちょっとこちらね、綺麗に洗っていきます。カキの殻っていうのはね、これバイ菌だらけなんでね。はい、そうしましたら剥いていきますね。カキの貝柱はここにあります。真ん中の右側、ここですね、ちょうどここ、貝柱がこのぐらい大きいのが入ってますんで、ナイフをこっから入れて断ち切る感じ。いきますよ。もう入っちまえばこっちのもう、あとはグリグリグリと貝柱を断ち切っていきます。はい、じゃあいきますよ、せーの、オープン。すげえ、やっぱりでかいね。でこっちの貝柱も断ち切ります。はい、こんな感じですね。うん、美味しそう。この殻も盛り付けの時に使うので残しておきます。じゃあもう一個剥いていきますね。うわー、これ強敵そうだ。どうしても開きにくい時はこういうね、レンチ的なやつでこうやってね、隙間を作る。待て、せーの、よいしょ、よいしょ、でっけえ、お化けガキじゃん、こんなん。わかりますかね、この大きさ。はい、そうしましたらこのように剥けました。そしたらこれ一度汚れをね、落としていく作業をするんですけども、あー、やだなー、こいつと戦う時が来たか。この片栗粉がね、ほんと一番手軽に牡蠣の汚れが取れるんだわ。では参ります。多少の汚れは大丈夫なんでね、まあ、軽く汚れが取れれば OK って感じでございます。フリ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 と、このようにザルの上でこうフリ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 してあげます。はい、このように汚れがきれいに取れました。そうしましたら水気をしっかりと取っていきます。はい、で水気がしっかり取れたら塩コショウで下味をつけていきます。両面しっかりと味付けていきます。はい、これで牡蠣の下処理が完成ですね。はい、そうしましたら殻を一度煮沸消毒します。本当に牡蠣の殻っていうのはね、バイ菌だらけなんでね、やべ、入んねえ。はい、そうしましたら牡蠣にパン粉をつけていきます。順番はまず小麦粉、卵、そしてパン粉ですね。こんな感じ、小麦粉、卵で、パン粉。はい、こんな感じ。はい、そしたら次タルタルソース作っていきます。材料がこちら、ゆで卵、もうゆでてあります。こんな感じね。で、玉ねぎで、皮を剥いていきます。で、玉ねぎはみじん切りにしていきます。
で、ボウルに入れます。で、これ電子レンジで30秒ほどチンしてきます。はい、30秒ほど加熱してきました。で、これで玉ねぎに火が入りますんでね。そしたらここに先ほどのゆで卵、これをちょっとこうやってね、手で崩して入れていきます。で、そこにマヨネーズで混ぜていきます。こういう感じで、ここに最後にすだちを絞っていきます。すだちがない場合はレモンとかでも OK ですよ。はい、これでタルタルソースの完成。はい、そしたら揚げていきます。はい、このようにカラッと揚がりました。そしたらこちらを盛り付けていく。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。まずはこの上の殻を取ると、はい、カキフライが出てくるっていう斬新な遊び心で、ここに先ほど作ったこのタルタルソース、僕ね、タルタルソースはちょっと粗めに作るんですよ。で、これにたっぷりと乗せていく。はい、そしたらそこにソースもちょっとかけるんですよ。タルタルソースとソースのダブルがけ。そしたら、じゃあいただきます。うわー、うまっ。おいしい。おいしいんだけど、間垣に比べてどうしても火を入れるとちょっと硬くなっちゃってるような感じがする。だからかなり弾力のあるカキフライって感じ。味はとってもおいしいんですけどね。でもこれはね、好き嫌い分かれるな。間垣の方が好きっていう人が多そう。この輪切りのレモンってね、こうやって絞るんだよ。こう箸を2本刺すじゃないですか、こういう感じね。そしたらこうひねるの、こうやってギューって。そうすると手が汚れにくいんだよ。いただきます。あー、うまい。はい、ということで今日はこちらの岩牡蠣のフライときましたら、お飲み物こちらでやっていきたいと思います。せーの、でっけーのやつ。はい、こちら7対3ですね。いただきます。うめぇ。ちなみに現在朝の4時でございます。揚げ物は来るな。それじゃっくり食べていくよ。ごちそうさまごちそうさまでした。ということで今日は大きな大きな岩牡蠣を使ってカキフライを作ってみましたけども、ちょっとミニ弾力はありましたけども美味しかった。だから岩牡蠣のカキフライっていうのをめったに見ないのはそういうことなんだろうなーって思いました。岩牡蠣の旬もね、もうすぐ終わってしまいますので、皆様もね、岩牡蠣ぜひぜひ夏が終わる前に召し上がってみてはいかがでしょうか。ということで今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。 OK。 おっ、おぉ、はい、久しぶり。うわぁ、なにこれ。これなんか、コマンザメのコマンないバージョンだね。お魚ね。そうだね。やっぱお魚クイズにしとく？これも。これなんだっけな。これ、なんだと思う。コマンザメじゃねえぞ。知ってる、これね。これ見て、テキ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 ってなった。あ、まだこれ、スギだな。あ、さすが。スギ。やるな、おう。そう思ってな、もう一個、お魚クイズ持つよ、久しぶりに。あ、これ別件で持ってきたの。あ、ある。いくよ。はい。これ、お魚クイズ。今日入ったんだ。またなんか、え、これまたなんか変わった。どう見える、これで。これなんだ、これわからんだな。太陽みたい。これはわかんない。これわからんだ。で、お魚クイズね、まあ、久しぶりのお魚クイズ持ってきたんで、はい、みんなね、やってください。はいはい、返事がいいね、今日は。はい、じゃあまた、うん、また来るよ。はい、バイバイ。よし、オッケー、オッケーだな。